今日はですね、京都マラソンまでに取り組んだうちの一つの第2弾ということで今日はお届けしたいと思います。今日はですね、皆さんにお見せしたいのはこれです。じゃあ竹の棒なんですけども、これでですね、ストレッチマッサージをしてですね、だいぶ股関節とか関節をですね、可動域をだいぶ広げることができたんですよ。ストレッチポールとかね、皆さんお使いの方もいらっしゃると思うんですけども、ストレッチポール結構太くてですね、ピンポイントでこの関節を緩めることがなかなかできにくいんです。でそれをですね、今日は今回この竹の棒でやるということで、今日は皆さんにお届けしたいと思います。YouTube の中でこの竹の棒を使ってストレッチをしている方多分いないんじゃないかなというふうに思います。今日はですね、50代の皆さん必見。硬くなってますからね、50代の皆さんの体は。これをですね、竹の棒で、一気に緩めるということで、今日は皆さんと共にやっていきたいと思います。まず一つ目はですね、横ですね、この、体側を伸ばすストレッチ、これを竹の棒を使ってこっち側の手で引っ張るということをやっていきたいと思います。反対側、こっちで引っ張ります。なかなかね、自分でこうやってやる運動ってやると思うんですけれども、こっち側にね、棒で引っ張ることでさらに伸びますので、これはぜひ取り入れてください。こうですね、引っ張るということです。それからその次はですね、腰です。腰にこの棒を当てて、これで横回転させます。これでね、これもですね、横の回旋運動する人はいると思うんですけども、これもさっきの同じで、こっちの手で竹を引っ張る、それでこっちを回すということを、ちょっとまあ、強制的にですね、やると。これもさっきの竹の引っ張りの原理と同じで、こっちの手でこっちを引っ張るということをやってほしいんです。逆にこっちの手で引っ張ると、そうすると回旋の可動域も広がるし増えますので、そんな形でこの腰回り、そしてこの竹の棒でですね、このちょうどこの腰のところですね、ここに当てて、これグリグリすると、これめちゃめちゃ気持ちいいんですよ。でちょっとね、デスクワーク多い人なんかこう猫背になりがちですので、ここに竹の棒を当てて、それでグリグリやりながら横回旋運動をやっていきます。これめちゃめちゃ気持ちいいんでね、ぜひやってください。それからその次ですね、首にこの竹の棒を当てですね、こうグリ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 やるだけ。これもですね、めちゃめちゃ実は気持ちいいんです。これやってみてください。これをやった後とやった前とではですね、首の可動域が全然違ってきますんでね、これで首の付け根をですね、竹でグリ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 こう押して、マッサージをしてあげてください。だいぶね、やっぱり首凝りますからね、デスクワークしてる方、首が凝ってくるとこうやっぱり運動しててもね、
なかなかこうなってしまうと結局まっすぐになりませんから、ここをマッサージしてあげて一本になるようにね、首もしっかりとマッサージしてあげましょう。という形でグリ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 やってあげます。そうするとこの首周りもですね、だいぶこの柔らかくなって回りやすくなります。そしてこの竹の棒をですね、今度は背中に回します。こうですね、見えますかね。こうで、この棒をですね、肩甲骨に当てます。こうです。そうするとこの肩甲骨のところに竹がビシッと入っていますので、これでグリグリやります。前、そして斜め、これ10回ぐらいやりましょうか。これできたら反対側いきます。この肩の後ろにですね、棒を入れて肩甲骨に当てる。肩甲骨剥がしストレッチとかであちこちにありますけども、この棒をですね、肩甲骨に当ててストレッチしてる人は多分いないと思う。これめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。これね、右左やってみると自分自身の肩の硬さ、それぞれ特徴があって回らない方がいっぱいあると思うんですけども、回らない方をですね、重点的にこれ回してですね、それでグリグリ肩甲骨に当ててですね、これもさっきの、竹の引っ張りの原理と同じで、グリって自分の伸ばしにくい方の肩と反対の手で肩でグイって押してください。こう、私はこっちのね、左肩が硬いんですけど、これでグイって押すとここがめちゃくちゃ伸びますんでね。こうです。いいですか。グイーってこっちからするとこうやると、こっちでこうやって押すとこっちで引っ張られますんでね、グイーってこうです。そうするとここがめちゃくちゃ伸びるんで、これはおすすめです。これなかなかね、自分でやろうと思ってもできないんですよ。人にやってもらうとかね、壁にこうやって押さえてね、こういうストレッチやる場合がありますけど、自宅でなかなかできない場合はこういう風に竹の棒を使って反対側にグイッて引っ張るということをするとめちゃめちゃここが伸びますし、肩がね、非常にこう腕振りも良くなります。これめちゃめちゃおすすめ。そして、あと2つ、そしてこの棒を使ってですね、裏ももに入れます。これもね、ストレッチポールで多分裏ももストレッチしてる人いると思うんですけども、ここに裏ももハムストリングスに竹をこの入れてですね、これでグリグリしてください。でめちゃめちゃ気持ちいいところを重点的に、痛気持ちいいところを重点的にこうやってマッサージします。立ってやるのが難しい人は椅子に座ってやっても結構です。バランス感覚をね、養いながらやりたい人はこう立って片足でやってみてください。それであちこちピンポイントでこうやって探しながらね、やっていくとめちゃめちゃ痛気持ちいいところがありますんで、それでやってみてください。でしょうか。はい、でラスト
とはですね、これが竹じゃないとできないと私は思ってるんですけども、お尻のここの尾底骨とこのハムストリングスのこの間、ちょうどこのももとお尻の付け根、ここに竹を入れてグリグリしてください。もう股にこうやって挟む感じですよね。それで、これも椅子でやった方が簡単な人もいるかもしれません。ここの股関節とですか、ももとお尻のこのちょうどへこみ、骨と骨の間がありますから、そこに竹を入れます。はたから見たらね、何してんだって感じなんですけど、はい、こういう感じでグイッと入れて、これでこっちの手でね、グイッと押し上げます。押すとももとお尻の間にこれが食い込んでですね、これめちゃめちゃ痛いんですけど、これをやると股関節の可動域がこれめちゃめちゃ広がります、ね、これも椅子でやった方が簡単な人もいるかもしれません。こんな感じでよいしょ、なかなかこれは効きます。こういう感じでね、ぜひお尻とももの間のストレッチ、ここなかなかね、自分でストレッチしないですよね、あんまりね。ですので、ここお尻とももの間にこれグリグリ入れてやってみてください。はい、今日は、京都マラソンまでの取り組みの第2弾ということで、竹ストレッチをお届けしました。参考になりましたでしょうか。普段なかなか50代の方、自分でなかなかねストレッチをするという人がなかなかいないかもしれませんけども、こういうストレッチポールもなかなか買わないと、家にないという方はぜひお近くでこのような竹の棒を仕入れてですね、ぜひストレッチこのような形でねやってみてください。これめちゃくちゃおすすめです。お金かからないし、わざわざねストレッチポールなんか買わなくても、この竹の棒一つでいろんなストレッチができますんで、ぜひぜひお試しいただければと思います。ぜひね、50代の皆さんの体のケア、これをしっかりしていただいて、今後のランニング生活に生かしていただきたいと、このように思いますんで、ぜひ皆さん頑張っていきましょう。じゃあまた。